ブルガリアの民族舞踊について、基本的に現在のブルガリア共和国の領土とされる地域における民族舞踊を指すが、民族的に関係が深い周辺諸地域についても言及する。ブルガリアの民族舞踊は、ブルガリアの音楽に密接に関連している。バルカンの民族音楽の特徴に変拍子があり、早い白節と遅い白節を様々に組み合わせて構成している。 西洋音楽の記法では複合病指法でアクセントを置いて記されることが多い。ブルガリアの踊りの多くはラインダンスで手をつないで直線または曲線の列で踊る。踊りを指す一般的な故障はホロである。多くのブルガリアの踊りはラインダンスで手をつないで直線または曲線の列で踊る場所の中心を向いて踊る。 もともと男女別の列あるいは、男女を分けて、ハンカチーフを介してつながるようにして、直接の接触を避けていたが、現在では、男女が混じって踊ることが多い。踊りに応じて、異なる手のつなぎ方をする。例えば、手をつなぐ高さの変化や、動作のほか、腕や肩を組んだり、ベルトやサッシュを互いにつかんだりする。ベルトあるいはサッシュは、腰に緩めに巻いており、 列を保ちながらも自由に移動できる。また、繋がらずに一人ずつで踊ることもある。ブルガリアの踊りは、微妙なリズムと複雑なフットワークが特徴的である。いくつかの踊りでは、ダンスを通して同じステップパターンを繰り返すが、リーダーの判断で掛け声をかけて異なるステップに変化させていく踊りもある。さらには、基本のステップの中で個々の踊り手が、 即興の動作したり、張り合うように踊ることもある。なお、ブルガリアに限らず、近隣地域でも同様であるが、踊りの列が右、または左に移動するような踊りでは、列の先頭の踊り手が、リーダーである。リーダーは、列をリードして、他の列と衝突しないようにしたり、バリエーションを呼び出すために掛け声を送ったりする、責任がある。ブルガリアの歴史、背景については、 ブルガリアの歴史を参照。現在のブルガリアは28のブルガリアの州で構成されているが、その行政上の境界と民族学的特徴の分布、さらには踊りの特徴が一致するわけではない。ブルガリアは踊りに関して大きく7つの民族学的な地域に分けることができる。地域ごとの特徴を有しており、知識豊富な観察者であれば、 プラボホロのような一般的な踊りを見れば、どこの地域の踊りか判別できる程度に、各地域に独特の踊りのスタイルがある。また、バルカン半島の民族の複雑な混成状態のため、各地域や各村でも独自の踊りを持っていることもある。ブルガリアの踊りに関する文献では、地方のバリエーションは、ダンスの名前に地理的な起源を加えることによって区別されることが多い。 例えば、プラボプロブリブスコホロは、プロブリフの街の、プラボの踊りを意味する。ショップ地方のホロブルガリアの民族音楽を含む、音楽、楽器全般については、ブルガリアの音楽を参照。よく見られる変則拍子の音楽において、ビーとの割合は、正確で合理的とは限らない。例えば、よく知られている曲、エレのモームでは、といった3つの表現がある。 前者の形式では、ビート上の3と4の白節はほぼ同じとみなして演奏しており、後者の2つの形式は、演奏家が最初と最後のビートをスピードアップさせる手法としても使われる。このように、見かける頻度は低いが、表紙の組み合わせのバリエーションも幅広く存在する。以下のリストでは、基本的にその地域の実情に従っている。 フォローを踊るブルガリアの農民ホロを踊ろうとしている。ブルガリアの農民たち以下のブルガリアの民族舞踊のリストには、その曲の一般的な表紙と踊りのリズムを記載している。なお、ホロという言葉はダンスを意味し、時には踊りの名前に付加される。ここでは公式のブルガリアの本字法を使用する。なお、検索用に他の本字例も記載している。ありがとうございます。